松崎町で今日、雲見温泉の宿泊客を対象にサザエをプレゼントするサービスが行われました。松崎町では毎年海の日に波打ち際に撒いたサザエを観光客がスタートの合図で拾い合うサザエ狩りが行われていました。しかし今年は新型コロナウイルスの影響でサザエ狩りができず、雲見温泉の宿泊客を対象にサザエをプレゼントすることになりました。今日は120キロおよそ2000個のサザエが用意され、宿泊客は大きなサザエを1人2個まで選んでいました。残念でしたけど、でもいただけて嬉しい限りです。これはじゃあどうやって食べますか？刺身と焼きで知り合いの寿司屋でさばいてもらいます。雲見観光協会では来年はサザエ狩りを復活させ、多くの観光客を招きたいとしています。